今回、ツイッターでゲームパスで調べてみたら、ゲームが動かなくなりましたって事例が何件か見られたんで、私の過去の事例を、えー、紹介してみたいと思います。ただ、原因がはっきりと特定できないので、えー、このような対応とさせていただきました。今回紹介する内容は問題解決を保証するものではありません。このようにしたら問題が解決しましたという 事例のの紹介です。ごご理解の上、ご視聴お願いします。まず、普通のパソコンの設定ですね。パソコン本体の設定が地域設定を日本にしてると思います。日本の方はね。で、Xbox のアカウント、6位のアカウントも地域設定を日本として、 してると思います。ただ、これだと、アメリカに設定しているのに比べて遊べるゲームが少なくなっちゃいます。そこでですね、えっ、ー、と、追加料金なしで、アメリカの地域設定のゲームを遊べるものとして、パソコン本体の設定をですね、アメリカにしますと、 えーと地域設定がアメリカのゲームが遊べるようになりますところがですねこの状態で何人しか遊ぶとゲームが全く起動できないという事例が私は起こったことがあります問題が起こる原因として私が考えたのはパソコン本体の設定をアメリカにしてマイクロソフトアカウントにも地域設定があって これが日本のままだとまずいのかなと私は思って試しました。パソコン本体の地域設定はアメリカに。で、あの、アカウントの設定もですね、アメリカに切り替えました。で、えー、っと、アカウントの設定はブラウザーにキャッシュとして残ってますんで、すぐには効果は,効果は現れません。 えーとある程度時間最大数日待たされることによってゲームが遊べない状況から遊べる状況に戻りましたもちろん日本では遊べないゲームを遊べる状態ですで原因がですねこれが原因と特定するっていう方法が私は知らないんでこのような方法で治る例もありました ということです。結構これでですね、問題解決するという方も多いのではないかと私は想像しています。それではですね、実際にアカウントを変えた時の画面を紹介してみたいと思います。まず本体ですね、Windows 画面設定から、この、地域を設定するところを呼び出します。するとですね、 ここでパソコンを使用する地域を設定できます。ここで日本とかアメリカに切り替えることができます。これが本体の切り替えですね。戻して、変更して再起動する必要もあります。そして、マイクロソフトのアカウントですね。ブラウザで Xbox ゲームパスのところに、ページに移動して、ログインすると、右上にこういったアカウントが出ます。 で、そこにマウスをクリックして、マイクロソフトアカウントとこに行くと、個人設定に行くほ、あのー、道筋が出てきます。そして、個人情報を変更。このとこですね、えー、地域を日本にしたり、アメリカにしすこれをですね、えー、変えて、一定時間経つと、 地域設定変更の効果が始めますで、日本の時は、郵便番号へ都道府県とか入力するのはあの分かりやすいんですけど、アメリカに設定したときは、郵、え、便、ー、番号の設定の調べ方が分かりにくいんで、ちょっと手間取りますね。ただ、あの検索して、私の場合は適当に調べて、えーと、住所をニューヨークにして、えっ、ー、と、ニューヨークの 番号を入れてみましたうんそれがあの公式に正しいものかどうか、推奨されるかどうかは正直分かりません。えー、ですからあの、ここでも推奨とはしません。個人の責任で行ってください。えー、そのようにして、えーと、お金をかけずにですね、えー、日本のゲームだけじゃなくて、えー、海外で遊ばれているゲームを遊ぶことができるように。 なると思いますこれこの情報があ役に立てばいいかなと思って急遽この動画を作ってみました。間違いの指摘質問リクエスト等ありましたらコメントをお願いします。